レックス・アレン・ハドラーは、アメリカ合衆国、アリゾナ州マリコ・パグン・テンピ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1978年の MLB ドラフト一巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。1984年9月9日にメジャーデビュー。以後、1986年にボルチモア・オリオールズ。1988年に、モントリオール・エクスポズ。 1990年シーズン途中にセントルイスカージナルスと渡り歩く。エクスポズ時代の1989年8月23日の対ロサンゼルスドジャース戦は長時間試合となり延長20回裏から出場したハドラーは1点リードされた22回裏にしかアンダで出塁したが自打者の時に投塁に失敗し6時間14分の長丁場にピリオドを打つ形になった。 1993年に、レオンリーの紹介で受けた入団テストに合格し、ヤクルトスワローズに入団する。前年のスワローズは、二類を守っていた、ジョニー・レイが、途中退団し、シーズン途中に獲得したジョニー・パリディスも、スケットとしては満足な成績とは言えず、この空いた二類種の穴を埋めるべく獲得された。本来、守備の人の期待を背負っていたが、 シーズン開幕とともにエラーを連発し、守備の評価はた落ち。一方で、バッティングでは、結果を残し、ほぼ8番打者ながら打率、300を達成。シーズン2回のサヨナラだ、得点圏打率は、リーグトップという勝負強さを見せ、同年の優勝、日本一に大きく貢献した。当初は1994年も引き続き残留の予定であった。 しかし野村克也監督が当時巨人を解雇されたジェシー・バーフィールド獲得を表明。もともと野村は守備に不安要素を持ち小技も効かないハドラーを高く買っておらず外野守備が得意なバーフィールドに興味を示した。当時同時出場可能な外国人野手は2名までとなっており残留しても出場の可能性が低くなることを嫌ったハドラーは一転して サンフランシスコジャイアンツと契約し対談ヤクルトでの在籍はわずか1年であった。スプリングトレーニング中にジャイアンツを解雇されたが、カリフォルニアエンゼルスと契約。その後、エンゼルス、フィラデルフィアフィリーズで1998年まで現役を続けた。引退後は、エンゼルスの球団専属解説者を経て、現在は2012年より、 カンザスシティロイヤルズの球団専属解説者として活動している。日本の MLB 中継に登場したこともある。2003年にはマリファナ所持によりカンザスシティ国際空港で逮捕されたがすぐに釈放された。守備に難があったが勝負強い打撃を武器としており、ヤクルト時代は恐怖の8番打者として鳴らしていた。非常に明るい性格であり、 チームのムードメーカーとしても活躍していた。1989年にヤクルトでプレーしたラリーパリッシュと同様、ゲテモノ食いが有名であり、ミミズを踊り食いしたことからミミズ男と呼ばれていた。他にもセミ、カタツムリ、ワニも食べた経験がある。日本食では刺身、シャブシャブ、焼肉が好物であり絶賛している。婦人は歌手で、 メジャーリーグの試合前の国家聖賞を何度も務めていた。来日前はハドラー本人よりも夫人の方がスタジアムに出る機会が多いと揶揄されていたこともある。来日前は盗塁時のセカンドベースカバーの選手を吹っ飛ばすほど激しいスライディングで地元アナウンサーにハリケーンと呼ばれていたが日本で盗塁を決めたのはたった1回9月の対阪神タイガース戦だけだった。 エンゼルス時代に決定的なエラーを犯してしまい、先発投手のマーク・ラングストンと殴り合いの喧嘩シーンがテレビ画面に映し出されたことがあった。ヤクルト時代は日本の環境に適応するためにチームメイトの荒井幸男と大相撲観戦に行ったり、大橋城主備総類コーチに弟子入り志願したりなど努力していた。選手をリスペクトする日本のファンの気質が好きだと語っている。 ヤクルト時代の応援歌は、かつて、ボブホーナーに使われていた曲が流用されていた。来日当初は、日本の成り物応援に、違和感を覚えていたが、徐々に受け入れると引退後も、歌詞を暗記しているほど、自分の応援歌を気に入っていた。なお、ハドラーの対談後は応援歌の変更を希望した、古田敦也に流用された。ヤクルトでの在籍はわずか1年間であったが、当時監督であった。 野村克也を敬愛しており、彼のもとでプレーするのはヨギベラ、ビリー・マーチン、アール・ウィーバー、ジョー・トリのもとでプレーするような感じだった。野村さんは日本の伝説であり、本当に優秀な指導者だと語っている。ありがとうございます。